はーい、皆さんこんにちは、のぶんです。信長の野望大使やってきますでしょう。さあ、前回は四国へ進出した結果、ここ長宗我部家をね、滅ぼすことができました。やったね。で、現在長宗我部元親はここ元山城に入っております。で、こっからはどうしようかな。まあ中国を攻めるもよし、そして畿内を狙うもよし、どっちかでしょうね。じゃあ決めていきましょう。よし、やっていきます。さあ、蘇豪家との同盟が期限切れになったか。そうかそうか。今現在蘇豪家は清須おたけと戦ってるから、攻め時ではあるか。今こっち戦ってるもんね。うわ、これ今攻め時なんじゃないかな。あー、これはどうしような、迷うね。さあ、では次はそうだね、まあ毛利か羽柴行こうと思ったけど、ここ蘇豪家行ってみましょうか。もう鬼だな。今現在、蘇豪家とは同盟関係が消えてるから、じゃあ、戦線。あー、できないか。支援関係にある勢力には戦線できません。なるほど。じゃあ、手切れできる。あー、よしよし、できるね。じゃあ、手を切らせてもらうよ。はい。これも乱世ゆえ、悪く思うでないぞ。当家と手を切るぞ。おのれ、我らと戦を始めるつもりか。おばれちゃってるね。じゃあ、やってやる。今現在、蘇豪家は、清須織田家と戦ってるんだよね。さあ、今がチャンス、行くぞー。はい、さあ、観光勢、陣触れを出せ。戦の支度をせよ。さあ、薩摩兵子たちを、さんが首を上げるのだ。己、力で我をねじ伏せんというのか。あ、で、毛利家、トゥルン。あ、で、相良家が味方してくれ。ありがとう、みんな。よーし、四国制圧してやる。行くぞー。で、兵糧9000200ゲット。で、戦いやすい場所はここか。なんかめっちゃ戦いやすい場所あるんだけど。そうね。じゃあ、ここ行きましょうか。はい。じゃあ、長宗我部元親倒した。出陣しよう。はい。で、もう一部隊ぐらい、よこせないかな、こっち。ね。それか、こっちはどうかな。こっちだと19000か。いいね。よし、戦いそう。出陣するぞ。で、あとは、あ、あとはまあ戦の様子を見ようか。はい。この志、さあ、で、対面使ってくれよ。果たすのみ。めっちゃ怒ってるだろうね。あい、農兵精錬どう。めっちゃ集まってるよ。大丈夫。で、蘇豪家と清須織田家が戦って、これは、ああ、清須織田家が勝った。いいね。さあ、今がチャンスよ。で、この辺りでじゃあ援軍もらいましょうか。さあ、この家、いや、蘇豪家に領土めっちゃ取られてるもんね。で、金銭4000で、兵数3800かな。はい。じゃあ、借りよう。じゃあ、次はこっちかな。戦いやすい場所はここか。さあ、これで21000か。いいね。島津義弘が来てくれる。さあ、頼んだぞ。ついてこい。はい。で、大雪のようです。私たちには関係ない。で、元服果たした人がいるんだね。了解。後で確認しておきます。さあ、で、はい、表情でございます。策がございます。さあ、新しい工作提案ありがとう。今1月か。まだ兵糧は入らない。で、渋枝砲はまだいらんか。できれば提案強化賞を取りたいな。まあ今回はまあ取れないか。あー、攻め団長取れるじゃん。いいね、いいね。じゃあ論議と軍事といったところかな。論議と軍事、ピッカーナイス。立花どうせさん、そして島津義弘、どっちが、じゃあ長宗我部元親、いらっしゃい。表情を覚える。じゃあ、そうだな。じゃあ、まずは攻め男女1個取りましょう。で、長宗我部起きてしょ。ああ、これ提案力上がるんだね。はい、じゃあ取りましょう。で、あとはまあこの辺は取れないか。で、農業系もそろそろ取った方がいいかな。まあこんなもんでいいでしょう。はい。現地を。さあ、では行きましょうか。その前に、じゃあ、家宝を上げようか。これで、武将たちの能力を上げることができるでしょうか。これか。馬か。馬を長宗我部元親に上げれば、能力が全部、二つアップする。片付けない。いいね。で、忠誠度も上がるし。で、他には、ある？これはもともと持ってるもんね。じゃあ、行ってみましょうか。頼んだぞ。あー、対名使おうか。対名は、じゃあ、足軽精錬使いましょうかね。おいよ、行くぞ。いや、借りた狼藉。はい。
我が核さあ行くぞ。お見せしよう。まあ多分祖王家は普通に倒せると思う。本当に？はい、勝敗がいかにするか再配次第でしょう。じゃあ直接決戦の指揮を取ります。行くぞ。行くぜ。はい、イチゴの戦いってものかな。兵数は5枠。5枠っていうか私たちが相当上。立場はどうせずバーサス、鈴木さたゆ。行くぞ。さあ行きましょう。はい、海戦イチゴの戦い。さあ行くぞ。今回私は、金、のろし、そして、うずめみでございます。で、向こうは、砦とドラと、ジン。うん、なるほど。じゃあ、まず、この砦を壊していこう。さあ、回避持ち、回避持ち。さあ、回避持ちは、どんどん前行きなさい。はい。始めます。行くよ。始めます。で、あ、で、豊下が、ウイジンだ。はい、行くぞ。始めるぞ。あと、回避持ってんのは、ちょっと設定があれだったか。行くぞ。ゲチ。覚悟しろ。で、ここ、薄い、あれ回避持ってたんじゃないの。あー、持ってなかったか。攻め込むぞ。さあ、まず、一番乗り。敵の居所が知れました。さあ、で、こっち、はい。みんな、力を合わせよ。やりたい。全然、薄めにかける気がない、私。さあ、前で。はい。始めるぜ。さあ、頑張ろう。覚悟しろ。で、奇襲。ご命令。攻め込むぞ。意外とやるね。すごいけど。はい。で、ここで、教育をかけて。攻撃を攻めさせる。あー、ここもウズミやるね。めっちゃウズミ動いてる。やっちまったな。こっちか。はい、始めるぞ。かかれ。頑張って頑張って。揺るがぬぞ。さあどう。手加減なしだ。ゲチよ。取れるかな。覚悟せ。できればチンで一応やってホイールを上げたい。で、ドーセスさんがおうすね。覚悟しろ。はい、今ぞ。攻め込め。よし、まず行くも高いです。ゲチよ。覚悟しておけ。また罠があるの。お覚悟願おう。というの、すげえ罠置いてんだな。一筋縄ではいかねえか。こうかな。始めるぞ。さあ、できればこのドラを潰したい。ちょっとドラの近くにいるのは危険。ご命令を。さあ、ではこっち。はい、で、鎮西1。はい、発動。鎮西1の罠具。さあ、攻撃力、防御力、爆上げ。はい。馬、馬、馬、馬の人。馬の人はそうだね。ごめんよ。うわー、回復しちゃった。やるね。ご命令ください。そう。ゲチ。こっちか。どうせさんはこっちね。やりたい。はい。前へ。ゲチ。どうかな。敵の居所。さあ、包み込め敵を。ゲチ。はい。さあ、できれば敵を殲滅したいところ。切り込め。頑張れ頑張れ。さあ、ドア台を潰せるか。ちょっとこう攻撃力アップしてるから気をつけて。よし。まあ、ドラ壊して、はい。覚悟せよ。で、あー、また罠か。すげえ罠、そこも罠、どんだけ罠置いてんだ。すげえな。ここを共有してるから、すぐ潰せると思う。攻めたよ。よし、OK。で、次はこっち。はい。よし。で、こっち、はい。まず、この舞台潰そう。で、鎮西1は、お、はい。鎮西1の我が部。で、よし。に刻め。で、こっち。はい、どうせさ、まだ回復できてない。じゃあ、はい。みんな、こっち行くよ。始めます。はい、容赦はせ。さあ、鈴木さたゆを潰す。さあ、もうこれで楽勝だね。でも、一舞台潰しちゃったからな、ここは反省しとかなきゃ。よーし、OK。攻め込むぞ。さあ、初戦は楽勝です。さあ、四国統一できるでしょうか。勝ちを重ねて天下を目指す。よし、いいね。さあ、向こうは連戦続きで疲れてるだろうから、一気に取っていきたい。で、捕獲したのはこの方。うん。さあ、ここ取れるか。よーし。ここ。この人取ったね。名前は、ちゃんとチェックしなきゃね。ソネジョ、うん。ソネジョだね。じゃあ、次は、こっち。手を打とう。行くよ。進め。で、ここが、シキナさんとワイラの感じはいきません。ほんとに、まあ、とりあえずやっとこうよ。2万9000対4万だよ。まあ、戦場上限が、こっちに有利なんだろうね。はい、タオの戦い。超ソガメ元鹿バーサス、的場正長。あ、兵数は圧倒的。もう、私の方が3倍ぐらいあるのか。さあ、これは勝てるでしょう。さあ、楽勝でございました。やったー。さあ、全滅させたぞ、4万を。オッケー。誇りにかけて。いや、準決勝育てといてよかった。圧勝だね。4万を撃退したぞ。しかし、ねえ、しかもね、私たち、ほぼ無傷。いいねえ。さあ、で、ここの押しを取れるかな。
で、この方が味方になってくる。あ、この方見たことあるね。秋月家の当主の方だ。はーい、ようこそ。さあ行くぞ。はい。で、こっちはどうかな。ちゃんと、もう一部隊来てる。いいね。うん。で、白地城到着。白地城は、標高25日。さあ、急ごう。さあ。で、こっち、オッケー！回復した。で、じゃあ、ドーセスさんは次は、こっちかこっちだな。じゃあ、こっち行こう。はい。出陣するぞ。行くぞ、急げ。ヤバイがはびこってる。マジで？ヤバイ、確かにヤバイヤバイ。ヤバイ、ヤバイがはびこってるよ。あー、結構死んでるよ。ヤバイ、全く無防備だった。先月の終始。全然考えてなかったなぁ。ゲチを。うわ、どうしようもないじゃん。マジで。ヤバイ。さあ、そごう家攻略は楽勝だと思いきや、病がはびこってるからね。これはきついぞ。よし、落とした。あたうじまって読むのかな？のしま城。全然違った。じゃあ次はこっち。はい。で、こっちだと戦いになるな。まあ、どうせさんだったら大丈夫です。あれ、いなくなった。よし。で、次はじゃあ、こっちの集結中の部隊は、こっち行こうか。じゃあ、こっちから、こっちから攻めるか。はい。お前ら、はい。ついてこい。さあで、白地城。おー、ショートした。白地城だね、オッケー。で、次はじゃあ、やっぱこっち行こう。はい。進むのだ。こっち、集結中のみたいな。ごめんね、いろいろちょっと変わっちゃった予定が。こっち、はい。振り返るな。進め。で、わしの森城？難しいんだよね、漢字が。はい、強豪34。はい。さあ、見せなさい。詐欺の森城だ。あ、何回か来たことあったなぁ。で、こう、よし！天の通城？天通城だ。負けられぬのでな。天霧城。ちくしょう。漢字間違いが。やばいな。じゃあ、ここ行きましょう。ここは総合城だよね。で、次、こう、もう何回も変えちゃってごめんけどさ。じゃあ、進路変更。ここ行こう。はい。お前ら、行くぞ。ついてこい。さあ、どうだ。で、まず、そごう城到着。そごう城は、方位、64日。かかるね。さあ、どうで。で、集まってきてるんだよね。1万9000か。まあ、吉弘だったら大丈夫でしょう。はい。さあ、で、こう。おーし、ナイス。詐欺の森城と、落としたね。さあ、これで、四国、半分取ったかな。もう半分以上取ったか。はい。かたじけない。じゃあどうせさんはこっち行こう。出陣するぞ。さあ、この調子で機内へ進出できるか。はい。で、ヤバイによる高層城で多くの民が命を落としたようです。マジっすか。ここ、続いてと祖豪家が下になって、あー、祖豪家が勝ったか。ということは、続いてが祖豪家によって滅ぼされました。悲しい。もしかしたら、島左近さんがあっち行ってるかもしれない。あー、で、元山城で、やばい。やばい、やばい、やばい。早く、方策取らないと。あー、で、もう、ひどいなぁ。天才がひどい。で、一応、備えはしてたから良かったものの、もう今はそれどころじゃない。やばいだ、今は。はい、表情。さあ、病取りましょう。病は、これだね。20と、だから、農業120、論議60がいる。きついな。あ、ピッカーもなし。じゃあ、ヨシヒサ、元地下、そして、じゃあ、ナルトメさん。はい。これにて表情を。さあ、西洋医学が、これしか取れなかった。もう一つ上のグレードのやつを取りたかったんだけど、まあ仕方がない。で、これも取れなかったしな。さあ、剣伝令とかもあるけど、まあ、ここはそうね。はあ、これか。じゃあ、鉄砲貿易取ろうか。はい。さあ、これでなんとか、ごまかそう。はい。よし、いいでしょ。ゲチを。行くぜ！っていうかな、ここで戦うと、戦場上限めちゃめちゃきついな。じゃあ、こっち行こうか。こっち行って、で、そっから、こう、小水城、行くようにしつる？この志、さあ、命に変えても果たすのに。そこを正康が、優美無冠道。
で、19,500で到着。さあ、全員で行くぞ。はい、シギナさんとワイラの価値はいません。でも一応取っておこう。この大舞台だからね。はい、総合の戦い。超速め元近 VS 総合マサヤス。兵数は私たちの方がだいぶ上だけど、向こうは対面使ってるからね。油断なら。オッケーオッケーオッケー。あーで、高速亀元近。やられちゃった。じゃあ近いやつだ。はい、オッケー。私が野口家だと思ってたのは近いやつだった。オッケー。さあ、祖豪家もだいぶ楽に倒せそう。いやー、楽に倒せてはいないな。被害は甚大です。さあ、祖豪家落ちるかな。で、祖豪城から撃って出てこなくもないな。じゃあ次はこっち行こう。はい。はいよ。お前ら、ついてこい。あーでもここだとちょっとあれだな。敵兵が撃って出てきたときに、ちょっときついかもしれない。なので、こっちから行こう。はい。こう。はい。お前ら、ついてこい。だもんで、ね、じゃあ、どうせさを、行くぞ。こっち行かせよ。皆の者、さあ、うまくいくかな。はい。で、流行り病。うわー、流行ってるねうわー、で、こっちまた集まってる。7000か。めちゃめちゃ兵おる。もうやめて。入りやばいがひどい。早い、向こう。方位63日。さあ、もう一部隊くらい呼べないでしょうか。5100か。じゃあ、こう。これで15000。悪くはないかもしれないけど。時間はかかるかもしれない。頑張ってと思ったらこっち4600できてるから、じゃあ引田城の城攻めはちょっとやってしして、はい、こっち、はい、ついてこい。さあストッピン、よーし。はい、シキナさんとワイラの感じはありません。じゃあ直接決戦をしか取りません。はい、オッケー。さっさと追い返して、よーし、オッケー。引田城も落とした。やったー。で次はじゃあこっちだな。はい、振り返るな。さあ向こうの共闘砲を潰すぞ。今ぞ、攻め込め。敵が城から撃って出てきた。了解。勝敗がいかにゴルフか再配次第か分かった。やろう。はい、総合の戦い。上曽我部元近 VS 鈴木佐太夫。きついかもね。さあ行きましょうか。はい、回戦総合の戦い。さあ2回目行くぞ。今回私は金金、そして鉄砲水、鉄砲水でございます。で、向こうは金金か。できれば金潰したいな。で、多分鈴木佐太夫がここにいると、想定して、なので、なるべく鉄砲水にかけるようにしよう。さあ、あと一踏ん張り、頑張ろう。はい。はい。さあ、こっち始めよう。あー、鉄砲撃ってるよ。知れました。さあ、鉄砲、私たちも打ち返してやりなさい。ご命令を。鉄砲。始めるぞ。で、500か。ゲッチ。きついきつい。始めるぞ。ゲッチ。さあ、で、こっちも鉄砲、はい。多分こっちにいるな。ご命令を。さあこっちに突っ込もう。まだまだ。ゲッチ。下がろう。始めるぞ。ご命令。さあで、はい。覚悟しろ。下がれ下がれ。始めるぞ。さあ来るか来るか。さあ逃げよう逃げよう。ゲッチ。で、こっちの、じゃあ馬さんはこっち。はい。始めるぞ。ゲッチ。はい。覚悟せよ。さあかかるか。鉄砲始めるぞ。鉄砲、はい、始めるぞ。浴びてかけてやれ。覚悟せ。こっちに来させないといけない。さあで、まず動いた。さあかかるか。よし、まずかかった。2部隊。さあで次は、じゃあこっちに行けろ。はい、ゲチよ、始めるぞ。で次は土井さん。あ、土井さんはどこ。ご命令、はい、ここ始めるぞ。はい、で一芸達者のゲージ型を、よし、じゃあ、はい。さあここで防御力アップ。さあどうだどうだ。で鈴木佐太夫発見。じゃあこう行きなさい。で、じゃあこう行こうか。はい、覚悟せよ。で、よし、鉄砲水かかった。4部隊かかった、いいね。さああとはこいつらを潰すのみ。さあ潰そう。覚悟せよ。さあ行け、始めるぞ。さあまずここの舞台潰さんといかんか。はい、始めよう。やりたい。こっち、ああジョンさんちょっと待ってね。覚悟せよ。
すまんすまんすまん。ここは守れ。行く。やばい、守られてる。よし。で、こう、はい。で、こっち行こう。覚悟せよ。で、これを。覚悟せよ。で、まだ金は潰せてない。やりたい。よし、金は潰した。さあ、あとは。やばい、サタイが全然こっち来れない。はい。行く。やばい、教育が入ってるよ、気をつけて。さあ、馬でかこっちまえ。さあ、耐えろ耐えろ。こっから冒険戦。さあ、で、あー、ジョーンさん。遊びありがとう。で、こっち。さあ、あとこっち。で、私たちは、はい、じゃあこっち向かうよ。覚悟せよ。さあ、やりたい。さあ、こいつを潰すんだ。やりたい。前へ。一旦よし、いいね。よし、食べたいと思いました。はい、一撃。くそ。はい。ちょっとタイミングが早かったけど。はい、こっち。逃げな、逃げな。さあ、サタイを潰せるでしょ。よし。攻め立てよ。オーケー、あー、潰れちゃった。お、ない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 。破れるとは。あぶねー。いや、よかったよかった。さすが元近。よくやってくれた。優雅な戦であった。優雅な戦でしたね。さあ、これで、総合城は手に入れたでしょう。うん。敵将撃ち取ったり。あー、誰か撃っちゃったよ、大丈夫。あー、なんか、怒っちゃってるね。敵将撃って、違う、違うんです、違うんです。事故、事故。おいおい。あ、で、武器ちゃん。村上武雄氏だよね。通称武器ちゃん。よーし、武器ちゃんが、仲間になった。やったー、総合城落とした。オッケー。手を打とう。さあ、どこまで行けるでしょうか。で、こっちはまだ5000が詰めてる城があるのか。じゃあ、2400は、こっち行く？進むのだ！あ、きつくね。はい。さあ、で、小水城ね。うん。63日か、今日後。はい、頑張って。本当に小水城？うん、小水城だ。あった。さあ、で、こっちから来てるって。四季なんだと思う。よし、はい。誇りにかけた。オッケー。さあ、ここ、スノボ東京も取ってやれ。はい。さあ、どうなるかな。行くぞ。で、スノボ東京到着。スノボとはね、無理だね。まあ、ここは撤退するしかないか。はい。じゃあ、一旦元近は、部分騎乗で、いや、離れよう。はい。出陣しよう。はい。で、離れて合流。こう、こう。で、これで、9400、500。よし。じゃあ、次は目標ここ。はい。いざ参ろうか。さあ、一旦引き返そう。かかれ。で、城から撃って出てきたって、ここ。戦場は狭く勝敗の行方はわかりません。またか。また、やるしかない。伊沢の戦い。立花道雪 VS 鈴木里湯。きついかも。さあ、行きましょうか。はい、海戦伊沢の戦い。さあ、行くぞ。今回私は金金、陣でございます。で、向こうは金金金、鳥で、プリネか。で、鈴木サタイフは、まあ、ここかここだと思うんだけどな。まあ、ここだと思って、ごめんね、じゃあ、こっち行こうか。命令してくれ。愚痴を。じゃあ、もうみんなで行こう。はい。覚悟しろ。さあ、とりあえず、砦は素通りしよう。敵の居所が知れましたな。で、沼があったのか。じゃあ、こっち。ごめんよ。じゃあ、宗茂はこっち来て。ごめんね。いや、この、吉岡ちゃんに頼もう。力を合わせよ。はい。鉄砲持ちではない。ああ、鉄砲持ちした。ああ、やっぱり鈴木里湯がいたぞ。ごめんねよ。こっちだ。はい。始めるぞ。ゲチ。さあ、狙ってるぞ、みんな。ゲチよ。で、こっち。覚悟は良いか。はい、始めるぞ。やばいやばいやばい。で、こっち、はい、覚悟しろ。さあ、行け。覚悟しろ。はい、行こう。で、ちょっとイエスタがちょっと攻めすぎかもしれない。待て待て待て、一旦戻る。ちょっと向こう術にハマってる。容赦はせぬぞ。で、おといちょは先方そこか。ご命令ください。覚悟しろ。で、じゃあ吉岡ちゃん、吉岡ちゃんはね、じゃあ、君は、こっち行きな。で、宗茂は、こっち行こう。はい、始めるぞ。さあ、これで、始めるぜ。なかなか、鈴木里湯まで遠い。作詞で、
じゃあサックスで、はい、攻撃力を減少。そこは続いてる。さあ、まず一歩高めて、あーで、イエスだ。あーで、ここ始めるぞ。ご命令よ。こう走るぞ。はい、ここで、どうせさんをきつい。じゃあこっちで、胸刺激を予定変更、こっち。はい、で、じゃあこっちこっち。はい、で、一歩高めて、いいね。さあ、あとはこいつだ、はい、こいつさえ潰せば。きついきつい。今は守るぞ。さあ、この人を潰すんだ。頼んだ頼んだ、頑張れ頑張れ。さあ、あとはこの人だけだから。頑張れ頑張れ。オッケー、危ねー。ふう、なんとか潰した。よーしよしよし、ナイスナイス。いやー、この戦いは難しかったけど、勝って兜の王を締めよ。おごるでないぞ。なんとか道雪さんが頑張ってくれた。オッケー。で、伊沢城も落としたね。で、この二人をじゃあ逃がしてあげましょう。はいよ。かたじけない。オッケー、やったー。じゃあそうだな、今きっついのはみんなきっついね、基本きっついわ。じゃあ宗茂はここ入ろうか。じゃあ部分入場で、はい、宗茂、はい。で、このまま3000は、じゃあこっち行ってもらおう。いやー、これきっついか。まあ、とりあえず、お疲れ様、みんな。うん。はい、騎乗。はい。さあ、で、桑野城到着。いいね。15000。方位96日か。うん。まあ、そのもんかかるでしょ。で、まだ兵糧は大丈夫。借りた能石ってすごいね。で、小水城落とした。オッケー、やったー。おーし。で、捕まえたのはこの方たち。めっちゃいる。めっちゃいる。じゃあ、みんな逃がしてあげる。はい、どこそ。で、じゃあ吉弘はこっち行ってもらおうか。はい、覚悟はいいか。で、元近は行こうか。こっち行こうか。はい、出陣しよう。で、あとこっちも進んでいきたいな。さあ、上陸できるかな。さあ、で、須野本城到着。オッケー。方位38時、いいね。さあ、で、次はこっちか。はい、さあ、京都法気づいてしまえ。で、よしよし、鈴木定雄の部隊が消えた。で、秋になりまして、兵糧が入ります。報告します。先月の終始、9万5000か、いいね。よしよしよし、で、まだ戦ができるよ。で、現在、戦は9ヶ月か。そろそろやめないといけないね。はい、それでは今回はここでしていきましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。